私はね、日本経済っていうのは今こそチャンスだと思いますよ。ただ政策が変ましたらダメですよ。今までのような輸出が伸びなきゃ、円安じゃなきゃ日本経済潰れるなんてね、バカな考えで政策をやり、そのバカな考えを前提に企業経営者経営してたらダメね。こう思い切って舵を切り替えるということが大事ですよ。さて、先生が喋ってられた収支を狼狽するなという話をされた2週間ぐらいして、ピーター・タスカーさんという人気エコノミストがですね、先生と同じようなことを言われて、そうですか、ここの東西自国の通貨が高くなって潰れた国はないというようなことを言われて、で政策的にも先生が提案しているようなことを言われています。でアメリカもニューディールのような政策を、大胆な政策を取るんじゃないかと、オバマ政権がそこまで言い切ってますけども、そうですね、これはね、日本銀行の先輩で総裁をやられた早見さんという方がいらっしゃるでしょ、福井君の前の総裁ですね。早見さんもそういう信念を持ってそういう本を書いておられますね。それは歴史調べれば分かるんですよ。通貨価格が下がりながら反映していくなんてね、これはもう特殊なケースでね、アメリカがその特殊なケースですよ。あれはもう人口が流入してきてバカでっかい国、ああいう特殊な条件があるからで、普通は通貨が上がりながら反映していくんですね。ドイツ戦後の、だってドイツと日本がそのいい例じゃないですか。その辺のね、経験を最近の人は忘れちゃったのかなと嘆かわしいですね。もう小泉政権以来の円安傾向がもう日本にとって一番いいんだと信じ込んでるような経営者、あるいはジャーナリストね、マスコミ、もうとんでもない話ですよね。それから他にも円高はいいんだみたいな本が出てきてますね。僕はもう大いにそういう発言をしなさいよって、まあ大体僕より若い人だからそういって励ましたいですね。先人の経験、先人が書き残したものを読めばそれは分かるんですよ。早見さんの本を読んだって、さらには健全通貨という本を書いたドイツのフォッケ、ブンデスバンク総裁ですね。これはさらに大先輩になりますけど、その辺の本を読み返したら分かる、ね、健全通貨っていうのは強い通貨だ、ね、いかに健全通貨が国の経済を発展させるかってことフォッケとか翻訳でこの分厚い本に書いてある。だからそういうね、先人の知恵を学んでほしいですよ。今若いエコノミスト、経営者、それからマスコミのジャーナリストたちにね。